はい、皆さんこんにちは。たった今お仕事から帰ってきました。シーグレープちゃん、病院のレンタル先ですね。ちょっと間延びしていたのでカットしてきました。今日はですね、また立て続けにチワ散歩やりたいと思います。今日も雨です。雨。まあたまにですね、2、3日晴れる日が熊本あるんですけど、湿度がやっぱりやばくって、植物たちはですね、ハウスの中こう生き生きはしているんですけど、やはり種類によってはですね、根腐れまではしないんですけど、蒸れて傷んでいる植物たちもかなり多いです。そんな中でやっぱりね、フィロデン系とか、そうそう、ベゴニアを見せてくださいとね言われていたんで、これ今気づきました。木立ちベゴニア、すごいことになってますね。よく見たらお花が咲いています。去年これ下から全カットしたんですけど、木立ちベゴニア、なぜここにね自生しているのか僕全然わからないんですけど、ただの草だと思っていたら、視聴者の方がですね、去年それ木立ちベゴニア結構高価ですよと言ってたので、なるほどと思って友達の生産者訪ねたら、やっぱり結構ね高く作って売ってましたね。はい、お花とっても綺麗です。これカットして差し目すればね、増やすことできるのかなと思います。いろいろ見ていってみましょう。はい、こちら超珍しい植物、ハスの葉切りちゃんなんですけど、チワ散歩でね流していると、このハスの葉切り売ってくださいという人たちがかなりいます。すべてお断りしていますが、先月かな、黄色い葉っぱ取ってしまって、若干ね土を足してあげた後に化成肥料を撒いてあげました。そしたら結構成長し始めましたね。今ちょうど梅雨時期なんで、日差しもそんなにね強くないので、上に伸びやすいのかなと思いますが、この辺もねかなりね元気に成長し始めてます。これで刺し目して、3年目になります。3年目に突入、ね、成長早そうで意外に遅いんですよね。でこのハスの葉切りなんですけど、やっぱりこう根っこがね下まで出てきているかというと、2年経ってやっとここに見えるぐらいですね。これ刺し目した鉢がね若干大きかったのかなという感はありますけど、どうにかね生き残ってくれた子たちは元気に育ってくれています。これぐらいですね成長がゆっくりなので、このハスの葉切りも非常に希少価値のある植物じゃないかなと思います。7、8年前は僕注文したら結構大量に来てたんですけど、今は注文してもほとんど来ません。多分生産者もあまりいないんじゃないかなと思うし、出してないんじゃないかなと思います。これ石垣島かな、宮古島とかの、なんだかな、カブトガニ、中のカニの大好物らしくて、ちょっと毒性があるんですよね。でも見てください、これねピッカピカのね葉っぱなんですよ、このハスの葉切りはね。ウンベラータに飽きた人はシーグレープね、このシーグレープちゃんに次行くんですけど、それにも飽きた人はですね、このハスの葉切り持っていくとすごく喜ばれます。寒さに弱いだけで、乾燥にもね割と強くて、葉っぱウンベラータとかより全然葉っぱがね落ちないですね。お水しっかりあげていればぐんぐん育ちます。大きくなったらね割と成長早いんですけど、このちっちゃいタイプはですねなかなか遅いので、大きくなるまでの時間が非常に長くかかる植物なんじゃないかなと思います。はい、で先ほどもね湿度ね言いましたけど、こういうねペペロミア系ですね、これちょっとよく分かりやすいと思いますが、見てください、こう元気でしょ、元気だけどね、ねほらもう根っこがね外れちゃうんですよね、こういう風に。なのでこの湿度が高い時期はですね、ほとんどお水をあげずにですね、過ごさせてあげるといいんじゃないかなと思います。まあ
ガラガラになった時はね軽くやってあげた方がいいと思うんですけど、ペペロミア自体はですねすごく植物に水を含んだ、ね、植物なので、あまりねこの梅雨時期はね水をあげなくてもいいと思います。自分のね体内の水分で元気になってくれると思いますので、ペペロミア系はね本当見てちょっとペチョッとなってますね。ジェイドちゃんはねなんか元気、あちょうどいいここにいいところに鉢が落ちてましたんで、まあ、足をこうやって刺します。でこれ刺し目こうやってやりますよね。僕この感じは葉っぱ落とさないんですけど、まあ落としてもいいんですけど、この今湿度高いんで湿った土でこういう中で、刺したら運良ければねこの葉っぱは生きたままねつくことができるんで、ある程度こうしなっとなって枯れない限りはですねこのままにしておいてみますね。シャキッとしたまま、まあ水分がね土もあるし空気中の湿度も高いんで生け花状態でそのままね発芽してくれることもあります。発根ですかね、はい。やっぱフィロデンねめちゃ元気です。あダメですね、やっぱりこの有機質の土ね元気です、元気で、この鹿沼土だけもね鹿沼土じゃないですね、ボラドですね、ボラド底石ちゃんだけでもまあ頑張って育っております。こうやって倒れていると3日ぐらいで曲がり始めますからね、こういう風に、まあ、これはこれでね面白いかなと思います。フィカスジンすごく成長してきましたね。このままです。この小さい鉢のまま全然何もしていないんですけど、ジンちゃん、ね、すごい。実はうちの息子の名前もジンちゃんなんですけど、フィカスジーンね、子供の成長みたいで可愛いです。フィロデン系といえばクッカバラね、セロームと似ていますけど、セロームかな、ちっちゃいうちは分かりませんね。確かクッカバラだったと思いますけど、クッカバラもねこうやって大きくなってきますね。成長がね、止まっているというか、小さい時はですね葉っぱのこのギザギザがまだ入らないからですね、あまりクッカバラとセロームって、ね、見分けにくいと思いますけど、多分これはねクッカバラだと思います。そうそう、銀龍も葉っぱがバラバラ落ちますというコメントずいぶん前にね来ていましたが、銀龍葉っぱねこうやって落ちて途中からあまりね生えてきません。なので葉っぱが落ちた場合はですねちょきんとカットしてあげるとまたねこういう風に枝分かれして葉っぱを出し始めてくれるので、まあこの枝がですね曲がり、こういう自然の曲がりを楽しむのも面白いですし、短くカットしてギュッと詰まった銀龍をですね作ってみるのもいいんじゃないかなと思います。これはね本当好き好きです。僕はこういう感じ好きなんですけど ね和室なんかにこういうのがちょんとあったらかっこいいですよね。でもやっぱりこの置き場所を選ばないと銀龍も葉っぱ結構パラパラ落とすので、注意が必要です。これ今赤くなってるのはですねここで天井、多分日中はね 4,50 度になったりする時もありますけど、夜は20度でそこ寒暖差ですよね、40度から20度の寒暖差で赤くなっちゃいます。夏でもね、寒暖差ができるのはね冬だけじゃないんです、夏もあります。お、ドラセナグローカルが倒れてますけど、やっぱりもうこう上を向き始めてます。やっぱり太陽の力っていうのはね本当すごいです。いや、こちらにもねめちゃくちゃ元気になってますね。しばらく見ないうちにプテリスちゃんたちがね、おおすごい、これはかなりいいですよ。しばらく放置してたらほら
感じです。そして今気づいたんですけど、これね、今度皆さんちょっとね紹介しますけど、10日ほど前に、買ってきてたんですけど、名前なんとかめっちゃ珍しいんですよ。これなんじゃこれやと思って、プラキチトンでもないなんだろうと思ってですね、見たら、オレオバナックスサルビニー、オレオバナックス、オレオバナックス、オレオバナックスかな、どっちなんだろう、はい、オレオバナックスサルビニーという植物ですけど、一鉢だけハンズマンにありました。でネットで調べたらね、結構珍しい希少価値のある植物みたいだったんでね、買ってきたんですけど、これね、今度紹介したいと思います。ちらほらですね、希少価値のある植物出始めています。あ、先日紹介したブラックカーディナル、結構皆さん探し出して買ったという人たちいました。そう、僕のねこの住んでいる地域にはほとんど見かけないんですけど、大阪とかね関東の方とか、ありましたよという人たちいました。東北の方もね一人いたような気がします。 7,8 人ねメールとかコメント欄とか、まあ、コミュニティでも見つけて買ってきましたという人たちがいたんで、あるところにはねあるみたいです。なので皆さんゲットしてみてください。まあ珍しいよって言ったけどですね、全然珍しくないじゃんと思ってる人もいるかもしれませんが、なかなか手に入らないからですね、会った時はね買ってください。3号鉢とか5号鉢でね2000円とかいう人たちもいました。おお、これも今気づきましたが、これトライアンギュラリスのふなしなんですけど、種がめちゃくちゃついてますね。すごっ、これは初めてです。こんなに種をつけたの、トライアンギュラリスかね、フィカス系、まあウンベラータとか見ないんですけど、ベンガルゴムとかですね、菩提樹とか、こういう風に種をつけることがあります。で受粉してるとかいうわけじゃないと思うんですが、実をつけるんですね。あ、アリちゃんがこうもう登ってきてますね。実を食べにアリちゃんが来てます。これ植えつけると未生のトライアンギュラリスができるのかな、どうだろう。これもチャレンジしてみたいんですが、なかなかねやることができないので、誰かねやってみてほしいかなと思います。はい、この撮影している僕の腕にはですね蚊がすごく寄ってきます。腕も足もですね蚊でボコボコというですね、体中かゆいんじゃなくてもう痛いんですよね。このハウスの蚊って強いんで、あ自分で今なんだと思いましたけど、はい、モンステラフィーリちゃんね、下にあります。ありますか。ちょっと今日はですね撮影モードを変えてやっているので、ボケたりしてね皆さん見にくい時があるかもしれませんが、シネマモード非常にですね綺麗に映るんですけど、こういう歩きながらやる撮影はねあまり向いてないのかなと思いますが、皆さんちょっと意見をくださいね。ちょっと普通と違うですね映り方がしているんじゃないかなと思います。これ止まってる静止画ならいいのかな。はい、ということであっという間にね後ろにやってまいりましたが、僕もですねちょっと体が蚊に刺されて限界になってきたので、この辺でですね、終わりたいと思います。まあたくさん植物がですねありますんで、皆さんこれ欲しいという人がねいましたら、何分何秒右端左端というところでですね言ってみてください。ありきたりな植物だけど、まあ若干変わったタイプもありますし、僕が作ったという付加価値になるのかな、はい、そういうのを欲しいという人はですねメールコメント欄で購入希望と言ってみてください。それでは今回はこんなところで、バイバイ。